トライラーの鈴木です。今回は前回ご紹介した線路アニメーションの続きで破線の作り方をご紹介します。覚えていて損はない機能なのでぜひご覧ください。まず新規コンポジションを作成します。名前をカット01にしてフル HD の5秒に設定します。次にテキストを配置します。次に長方形の枠を作成するのですが、前回はペンツールでのシェイプの作成についてお話ししましたが、今回はシェイプツールでのシェイプの作成についてお話しします。シェイプツールには長方形ツール、角丸長方形ツール、楕円形ツール、多角形ツール、スターツールの5種類のツールがあります。デフォルトでは長方形ツールになっていますが、長押しすると全てのツールが表示されます。作成したいツールにポインターを合わせてマウスを離すと選択できます。それでは各ツールを見てみましょう。まずは長方形ツール。長方形を描画するには対角線上にドラッグし、マウスのボタンを離すと描画が終了します。正方形を描画するにはシフトキーを押しながら対角線にドラッグ、マウスのボタンを離した後にシフトキーを離します。中心を軸に拡大縮小するにはドラッグを開始してからコントロールキーを押したままドラッグ、マウスボタンを離した後コントロールキーを離します。次は角丸長方形ツール。角丸長方形を描画するには対角線上にドラッグし、マウスのボタンを離すと描画が終了します。角丸正方形を描画するにはシフトキーを押しながら対角線上にドラッグ、マウスボタンを離した後にシフトキーを離します。中心を軸に拡大縮小するには、ドラッグを開始してからコントロールキーを押したままドラッグ、マウスボタンを離した後にコントロールキーを離します。上向き矢印キーを押すと角の丸みが増えて、下向き矢印キーを押すと角の丸みが減ります。角の丸みを最大に設定するには右向き矢印キーを、最小に設定するには左向き矢印キーを押します。次は楕円形ツール。楕円を描画するには対角線上にドラッグし、マウスのボタンを離すと描画が終了します。正円を描画するにはシフトキーを押しながら対角線上にドラッグし、マウスボタンを離した後にシフトキーを離します。中心を軸に拡大縮小するにはドラッグを開始してからコントロールキーとシフトキーを押したままドラッグし、マウスボタンを離した後にコントロールキーとシフトキーを離します。次は多角形ツール。多角形をドラッグして作成すると拡大縮小または回転します。多角形をシフトキーを押しながらドラッグして作成すると回転しないように固定されて中心を軸に拡大縮小することができます。マウスボタンを離した後にシフトキーを離します。デフォルトでは五角形になっていますが、上向き矢印キーを押すと点が増えていき、下向き矢印キーを押すと点が減ります。右向き矢印キーを押すと外側の丸みが増えて、左向き矢印キーを押すと外側の丸みが減ります。最後にスターツール。多角形をドラッグして作成すると拡大縮小または回転します。多角形をシフトキーを押しながらドラッグして作成すると回転しないように固定されて中心を軸に拡大縮小することができます。シフトキーを押して回転しないようにした場合はマウスボタンを離した後にシフトキーを離します。ページアップキーを押すと内側が丸くなり、ページダウンキーを押すと外側に丸くなります。では、ここから実際に破線のアニメーションを作っていきます。長方形ツールに切り替えてテキストを囲むように長方形を作成します。整列で画面中央に配置しておきます。選択ツールに切り替えてからシェイプレイヤー1を開きます。コンテンツ長方形1を開くと長方形パス1、線1、塗り1、トランスフォームシェイプ1が出てきました。次に線1を開きます。線の結合という項目があるので、実際に変更しながらご説明します。プレビューを拡大した方がわかりやすいですね。まずはデフォルトで表示されているマイター、角が直角になります。ただしマイターにした場合のみ、角の比率が出てきます。デフォルトでは4になっていますが、1にした場合、角が斜めに削られます。次にラウンド、角が丸くなります。最後にベベル、角が斜めに削られます。次に、破線の右にあるプラスアイコンを押すと、線分とオフセットが出てきました。線分の数値を右にドラッグすると線が太くなり、左にドラッグすると線が細くなります。オフセットは、表示する範囲を操作したいときにドラッグして数値を操作します。それでは実際に破線アニメーションを作成します。現在のインジケーターを0秒に合わせてから、オフセットの数値に430と入力して、オフセットの左にあるストップウォッチをクリックしてキーフレームを設定します。続けて現在のインジケーターを5秒に合わせてから、オフセットの数値を右にドラッグして増やします。スペースキーを押して再生すると、長方形に沿って破線が流れていくアニメーションの完成です。次に、先端の説明をします。先端とは、線分の端っこの形です。先端には3つのパターンがあります。現在はデフォルトの設定でバットになっています。ここは、プラスアイコンで線分を追加したそのままの状態です。次に、丸型に切り替えると、線分と同じピクセル数、ここでは20ピクセル分両端の長さが延長されて、線分の両端が丸くなります。次に、突出に切り替えると、線幅と同じピクセル数、ここでは20ピクセル分両端の長さが延長されて、線分の両端が四角になります。それではここで、先端と線の結合での様々な組み合わせをして変化を見てみましょう。先端を丸型、線の結合をマイターに変更します。線分の両端が丸くなり、シェイプのコーナーが直角になります。先端を突出、線の結合をラウンドに変更します。線分の両端が長くなり、シェイプのコーナーが丸くなります。先端をバット、線の結合をベベルに変更します。線分の両端が短くなり、シェイプのコーナーが斜めに削れます。さらに線分を追加します。破線の右にあるプラスアイコンを押すと間隔が出てきました。数値を右にドラッグすると線分の間隔が広がり、左にドラッグすると線分の間隔が狭まって0にすると間隔がなくなり線になります。さらにもう一回プラスアイコンを押すと線分2ができました。これらの数値を左右にドラッグして変更することで破線の規則性に変化をつけることができます。このように破線のアニメーションを作ることができます。今回は以上です。またお会いしましょう。